スピリッツドアラチャンネル。名古屋ドームです。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対東京ヤクルトスワローズの22回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。大勢のお客さんが詰めかけているわけですが、西さん、このファンの歓声というのはやはり試合中も聞こえるもんですか？聞こえてるんですけれども、特に気に留めていないということになりますかね。そうなんですね。それほど集中力高まっているということなんですね。まずはドラゴンズの先発吉見が名古屋ドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。打ちました。ショートが前に来る。ショート取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている山田。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。まずはワンアウトを取っています。いいところへ決めてきます。ストライクです。変化球持ってきました。ノーボールツーストライク。打ちました。これはどうだ。センターに抜ける。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ一塁には先制のランナー、バッターは青木。そして塁上には俊足の山田。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。本当にそうですよね。初球ボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。打ちました。取った。二塁送球。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。そうですね、ピッチャーからすれば理想的な打ち取り方ですよね。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃が始まります。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。スワローズマウンドに上がるのは先発の吉田。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは平田。昨日のゲームはマルチ安打を記録しています。さあスワローズはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをドラゴンズ打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。初球ボール。打ちました。奥村。アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている大島。好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。吉田、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー吉田、そしてキャッチャーは島。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。
ボールになります。ボール先行です。ストライクです。落ちる球、ストレート、スリーボールツーストライク。打ちました。ピッチャーゴロです。セカンド取った、アウト、ツーアウト。さあバッターは石川、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ストライクを取りました。これはどう、三遊間抜ける、ランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁、バッターボックスには4番福田、昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制セーフ、高めのボール、ファウルになります。2球目打ちました。この打球はフライになっています。山田が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。2回になります。スワローズの攻撃、4番バッター村上、昨日のゲームで猛打賞を記録しています。さてドラゴンズの先発は吉見、今日が4試合目の登板になります。前回の登板は7イニング投げて自責点1、勝敗はつきませんでした。高め、空振りです。打ちました。これはどうだ、セカンドの右抜ける、先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターは5番雄平、昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース見送っています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想です。いい当たり、破りました、センター前、これで3試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁、バッターボックス塩見、ドラゴンズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ1打出れば先制という場面、送ってくるでしょうか。バントの構えを見せました。バッターの塩見、今シーズンの送ります。ピッチャーが取る、一塁へ、アウト、ワンアウト、送ってきました。ワンアウトランナー三塁二塁、ここはできれば三振を取りたい場面ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか、引っ張った、高橋、一塁送球、ツーアウトになりました。スワローズ1点を先制しました。アウトの間に得点、
1対0、ドラゴンズなおもピンチです。バッターボックスは8番島。ドラゴンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。ここは敬遠という選択肢もありますね。ああそうですか。初球入れてきましたね。まあ勝負するようですね。そのようです。膝元へ曲げてきましたが外れます。外へのスライダー、ここは見極めています。4球目は何で来るか。振りません、ストライク。さあ2ストライク追い込みました。高めのボール、高い打球センターへ、ここは打ち上げています。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ先に点を取りました。1対0、スワローズ先制です。2回裏に入ります。追いかけるドラゴンズの攻撃、打席には5番バッタービシエド。昨日はマルチ安打を記録しています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まあ早い回で追いつければね、この後の展開も変わってきますからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。変化球外れました。ボール先行です。ストレート、ここは150キロを超えてきます。打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。打席には6番バッター高橋。昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、ライトライナー掴んで、これで2アウトです。バッターは7番に入っている京田。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン。2アウトになっています。インコース決まっています。打ちました。ヒットになった。これで4試合連続安打。2アウトランナー1塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている加藤。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。西さんどうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられる。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。これで一打同点のチャンスですね。やはり走力というのは大きな戦力ですね。全くその通りですね。今のコースは非常に難しいボール、よくコントロールされています。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。バッターボックスの加藤、今シーズンインサイド打った、セカンド正面取った、一塁アウト、これで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。
2回終わって1対0スワローズが1点をリードしています。小宮山さん、早い段階で先制を許しているわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、ちょっと窮屈な感じになりますかね。なるほどね。この後どのように修正してくるんでしょうか。インサイド決まっています。変化球が低めに外れます。外へのボールは入りません。インサイド落ちました。レフトが取りました。打順はトップに帰って広岡。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。吉見、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、レフトに上がった。ここはフライになっています。レフトが取りました。ツーアウトです。2番バッター山田。まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。いっぱいに緩いボールを入れてきます。ストライクです。2球目打ちました。この当たりはどうか。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。バッターの青木、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで3厘となっています。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。はい、さあ3球目は何か。低め見ました。ボールです。落ちる球を見極めました。まあ次のボールが勝負ですね。打ちました。取った。一塁送球。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。1対0。1点リードはスワローズです。西さん、早い段階で先制を許しているわけですが、序盤3回です。まだ選手たちに焦りというのはないんでしょうか。どうですか。いやいや、まだね、あの序盤ですから、選手たちはね、今後のゲーム展開、ここに集中してほしいですね。ありがとうございます。引っ張った、サードが前に来る。サード取った、アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター平田。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。ファウルになります。これもファウル。インコースボール。
った。レフトへ打球伸びる。青木が掴んでツーアウト。バッターボックスは2番大島。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球ボール、インコース決まりました。148キロ。次が3球目。3球目打ちました。山田が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3回終了1対0、1点リードはスワローズです。4番バッター村上、前の打席はスプリットをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。そうですね、そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インサイド変化球決まっています。これが2球目。胸元へ決めてきました。ストライクです。あっという間に2ストライクです。低め見送っています。さあ勝負してくるのか。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。ファウルになります。さあ勝負ですね。ゾーンギリギリにいいボールを投げ込みたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。またファウル。スライダーは見送ってボール。スリーボールツーストライクです。さあ8球目は何か。取りました。アウト。ワンアウトです。打順は5番雄平。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。吉見まずは先頭バッターを打ち取っています。打った、ライトに強い打球伸びていく。どうだどうだ、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。ここはうまく引っ張られました。いいバッティングされましたね。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。この後反撃していく上でもここはきっちり抑えないといけない場面ですよ。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の吉見、この状況にどう対応してくるか。これは見送ってボール。3球目は何で来るか。見送ってボール。右に切れてファウル。さあ5球目は何か。ジャストミート抜けた。セカンドランナー帰れば追加点。
バックホームする。レフト前ヒット。これで3試合連続安打。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。バッターボックス奥村。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ点差は離されたくないこの場面。さあまず1球目、ランナースタート、キャッチャーは二塁へ、セーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ここは三振が取れれば理想的。レフトへ、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになった。ホームへ、サードランナーがホームに帰ってきました。スワローズ追加点、2対0になりました。ドラゴンズさらに三塁一塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。まあ、ここは踏ん張りどころでしょうね。まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき島がバッターボックスです。できれば三振を取りたいですね。ここは外のボール打った。この打球は落ちるか、どうだ、取った、ボールは中継、犠牲フライにはなりませんでした。ツーアウトランナー三塁一塁となりました。いいところへ決めてきます。ストライクです。センターへ、ここはフライになっています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。2対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。3番バッター石川。まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方にも注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。最初は変化球持ってきました。ストライクです。さあ2球目は何か。インコース変化球、決まりません。これが3球目、落ちる球、空振り、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。これは内へ外れます。引っ張った、これはどうだ、おっと取った、一塁へ、アウト、スーパープレイ。バッターボックスは4番福田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。まずはワンアウトを取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。2球目打ちました。これはどうか、外野ヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン50本目のツーベースヒットということになりました。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあ得点圏にランナーを置いています。まあこういう展開ですから、常に1点でも大きく返していくという意識ですよね。なるほど、そうですよね。
バッターボックスのビシエド、今シーズンセンターへ、この打球はフライになっています。センターフライ、抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。ここはつなげておきたかったんですけどね、まあ、まだチャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには6番の高橋が入っています。いいコースですが外れています。危ない球です。ボール先行です。いい当たりだ、抜けた。セカンドランナー帰れば1点差。バックホームする、ライト前ヒット。さあ、同点のランナーも出塁します。ストレート打った、高いバウンドになった。セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、ドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終了2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。小宮山さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが、粘ってほしいですよね。まあ、そうですね。ただ、まあ、どうでしょうね、ぼちぼちその交代ということもちらつき始めてる感じですかね。ベンチの動きにも注目です。インコースへ大きく外れます。ボール先行です。ここは安易にストライクを取りに行くとやられますね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。これが4球目。この球は落としましたが決まりません。これはバットが泳ぎます。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターボックス山田、前の打席はツーシームをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。初球空振りです。高めちょっと外れたか。さて、バッターの山田、どういうバッターなんでしょうか。打球に角度をつけてスタンドまで運ぶ、いわゆるホーム。3球目打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。これで3打数3安打の猛打賞。ワンアウトランナー1塁です。これが1球目。初球ボール、
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。まあ、肩が強いキャッチャー。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。いや、この盗塁は痛いですね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。そうですね。打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン、スワローズ追加点を挙げました。3対0、ドラゴンズこれ以上離されるわけにはいきません。警戒していた相手ですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。そうですね、こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。バッターボックス村上。ドラゴンズこの回追加点を許しています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。次が2球目、インコースに切れ込む変化球。内へズバッと投げ込んできました。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掴んでツーアウトです。バッターボックスには5番雄平。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。ストライクになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました。打球はライトへ。ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。3対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。西さん、バッターも一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。まあ、そろそろね、あの絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。打ちました。ファーストが取る。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打のアルモンテ。吉田、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。打順はトップに帰って平田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。まあ、タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。2アウトになっています。
この回のドラゴンズ打線ですが4球で2アウトになっています。まあ積極的に打っていくのはね悪いことじゃないんですけどもね。はい、そうですよね。2球目も決まります。外、これは外れます。見逃して三振です。スリーアウト、チェンジ。反撃したいドラゴンズでしたがここは三者凡退に終わっています。5回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、得点圏にランナーを置いて、しかし内野ゴロに打ち取られます。同点とはなりません。回は4回に入ります。ワンアウト2、3塁のピンチ。7番バッター奥村、追い込まれてからのタイムリー。ドラゴンズ1点を追加されます。その裏、このチャンスの場面、打ち返すも内野ゴロ、詰め寄ることができません。5回、得点圏にランナーを置いて迎えるは3番青木。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ドラゴンズ1点を追加されます。これから6回、スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号25、佐藤が2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドに上がったのは佐藤。今シーズン26試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。さあ西さん、ここで出てきましたね。まあしっかり攻略したいですよ。そうですね。まあただ流れを変えられないようにしっかり攻めていきたい。2球目は何で来るか。外の低めに手を出しました。ノーボール2ストライクです。ボールになります。高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターは7番奥村。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。高め大きく外れました。ストライクになります。ワンボールツーストライク。見逃して三振になります。8番バッター島、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球打ち取ってスリーアウトです。この回スワローズ三者凡退です。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃。打順は2番大島。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズビハイ打ちました。サードうまくさばいてアウト。ワンアウトです。バッターボックスは3番石川。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。
まずはワンアウトを取っています。打ちました山田、アウト、ツーアウト。バッターは4番福田。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。スライダー決まってストライク。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁。5番バッタービシエド、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はアワヤという打球でしたよね。まあ、タイミングが合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。バッター有利なカウントになりました。まあ、甘い球はねしっかり仕留めたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。引っ張った、取った、一塁送球します。判定はアウト、スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。6回終わって3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。小宮山さん、僅差での勝負となってますんで、この回で1点でも取られるとかなり雰囲気変わってきそうですが、どうですか？そうですね、もうこれ以上点を取られると致命的になりますんでね、なんとかしないといけないと思いますね。1点の重みを感じる、そんな回になりそうです。これが2球目。素晴らしいコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。148キロ。さあ3球目は何か。ストレート外れました。外れました。いい球ですね。はい、低めのストレート、ストライク。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。さあ6球目は何か。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。打順は1番に帰ります。バッター広岡、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。佐藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。バッターボックスには2番山田、今日はここまで猛打賞を記録しています。ちょっと今日はタイミングが合ってしまってますね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2アウトになっています。ストライクになります。インサイド落ちました。これはどうか、ヒットになった。これで4打席連続のヒット、2アウトランナー1塁。さあこの終盤で追加点のランナーを1塁に背負います。バッターボックスには青木、そして一塁ランナーは俊足の山田。まあ嫌なランナーですから、どうしても気になってしまいますよね。ああ、やはりそうですか。外のボールに手を出しました。ノーボールツーストライク。インコース打ちました。いい当たり、ファーストの横抜けました。三塁へ送球する。これでマルチヒット、
ツーアウトランナー三塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の佐藤、どういったピッチングを見せるのか。バッターの村上、今シーズンの変化球打った、ボテボテ掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これでスリーアウト。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。まあとにかくね、ボール球に手を出さないようにして絞り球を絞って打席に入るべきですね。その対策、この回で功を奏するんでしょうか。よく見ています。ボール先行です。外への変化球、さあ4球目は何か。タイミングを取らせません。ツーボールツーストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。打席には7番バッター京田、今日は盗塁を決めています。吉田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球はストレート決まっています。さあ2球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。ファウルになります。ピッチャーライナーです。バッターボックスは8番加藤、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました、ストライクです。次が2球目、引っ張った、あっと取れない。どこか痛めたか、痛そうにしています。ちょっと心配な状態です。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。バッターボックスには代打の堂上、ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーちょっと疲れが見えます。いや、たまにね、力がなくなってきましたね。はい、さあ甘い球は逃さず打っていきたい。最初は変化球できました。牽制、一塁はセーフ。高めいっぱいに決まります。146キロ。次が3球目、ファウルになります。インコース外れてボール。さあ仕留められるか。打ちました、
ショート取った。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。7回終わって3対0ヤクルトスワローズがリードしています。これから8回スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号12田島が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。さあマウンドを任されたのは田島、今シーズン初登板です。最初は変化球できました。低めの変化球は決まりません。3球目は何で来るか。打ちました。痛烈、切れていきます。ファウル。次が4球目、引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは6番塩見。今日は盗塁が1つあります。ワンアウトランナーなし。最初は変化球持ってきました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インコース決めてきた。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。変化球空振り。打順は7番奥村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。バントしました。取りました。一塁アウト、スリーアウトです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。3対0ヤクルトスワローズがリードしています。8回の裏スワローズに選手の交代がありました。8回の裏に入りました。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは平田。今日はまだ当たりがありません。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですよね。ドラゴンズビハインドで迎える8回の攻撃です。西さん、チャンスを作るにはとにかく塁に出なければいけません。やっぱりこの回でね、得点できるか。でインサイド打ち上げました。弾き返した打球はレフトへ。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが多少きつくなってきたでしょうか。大宮さん、どうご覧になりますか。そろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。初球わずかに外れてボール。いや素晴らしい球ですよね。はい、変化球が決まっています。これが3球目。高め際どいコース決まっています。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。外の球外れています。外への変化球は決まりません。フルカウントです。外れてフォアボール。ワンアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。
ランナー動きませんね。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。さあ外してくるのか。西さん、ここは走ってこないんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。あ、なるほど。これが4球目。これはデッドボールということになります。さあドラゴンズチャンスの場面を迎えています。次がホームランの期待できるバッターなんで一気に同点もありえるかもしれませんね。そうですよね。まあそして彼ならこのビハインドの中でもムードを変える力を持っていますからね。期待しましょう。はい。さあこのチャンスしっかり捉えた。ぐんぐん伸びる。入りました。ホームラン。福田、これぞ4番の一振り。今シーズン第23号の同点スリーランホームラン。このホームランで打点王争いの単独トップに立ちました。まあやはりこういう場面で打てるのが主軸なんですよね。そうですね。ご覧ください、期待通りのバッティングを見せてくれました。同点です。いや、手応えあったんじゃないですかね。ついに追いついたこのゲーム、このまま流れを引き寄せるんでしょうか。スワローズ、ここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは2番手の石山。さあマウンドに上がったのは石山。連日の登板となりました。これが初球。最初は変化球できました。胸元をつきましたが外れました。ボール先行です。さあ3球目は何か。ストライクになります。さあ4球目は何か。打ちました。取ってツーアウトです。打席には6番バッター高橋。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。ツーアウトになっています。2球目は何で来るか。これはどうだ。一二塁間を破る。これでマルチヒット。2アウトランナー一塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。バッターボックスには7番京田。今日は盗塁を1つ成功させています。ドラゴンズ、この回同点となるスリーランホームランが出ています。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。次が3球目。ファウルです。ワンボールツーストライクです。内へ低めに変化しました。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応。レフトへ上がりすぎたか。ここは打ち上げています。
レフトフライ抑えてスリーアウト。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点が入りました。8回終わって3対3、ドラゴンズ同点に追いつきました。これから9回、スワローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の中山。さあ西さん、ここで切り札登場ですね。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。これが2球目、ボールになります。引っ張った、これはどうか、強打、一塁へ、アウト。これはチームの士気を上げてくれるようなプレー。素晴らしいプレーが飛び出しました。走り込みながら見事にキャッチ。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、簡単そうに見えるんですけど非常に難しいプレーでしたね。バッターボックスには代打のエスコバー。田島、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターはエスコバー、背番号2。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。改めてお聞きします、このエスコバー、打ちました、取りました、ツーアウトになりました。バッターは守備交代から起用されている吉田。ツーアウトランナーありません。これはファーストライナー。この回スワローズ三者凡退です。3対3、同点です。9回の裏、ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。マクガフが3番手としてコールされています。この同点の場面で登板ということになりました。さあ初球は何か。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。膝元をつきましたが外れました。打ち上げた、スタンド、ファウルボール。外の球打った、セカンドの右、抑えた、一塁アウト。バッターボックスには代打の医療。ワンアウトランナーありません。バッターは医療、背番号26。最初は変化球できました。バットは動きません。よく見ています。3球目は何で来るか。低めストレート、ストライク、ワンボールツーストライク。打った、センター前へ抜けていく、センター前ヒット、見事起用に応えました。ここはうまく打ち返していきました。打順はトップに帰って平田。
今日はまだ当たりがありません。先ほどはいい当たりだったんですけどね、まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ストレート打った、セカンド取った、二塁送球、二塁フォースアウト、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。ご覧いただきましょう、最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。9回終わって3対3同点です。しびれる場面での登板となりました。ドラゴンズの守護神マルティネス、きっちりここはゼロで抑えなくてはなりません。さあマウンドに上がったのはマルティネス。今シーズンは2セーブを挙げています。前の登板では勝利投手になっています。小宮山さん、追っつけて打ちました。さあどうだ、ライト線フェアです。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達。これが今シーズン150本目のヒット。ノーアウトランナー二塁です。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。コースも悪くはないんですけど、これはうまく打たれたって感じでしょうね。さあそして打席には田代が入ります。さあ勝ち越しは防ぎたい場面です。ここで勝ち越されてしまうと苦しくなってきますから、ここは一球も気を抜かないでほしいですね。なるほど、そうですね。バントしました、左方向へ転がした、ピッチャー取った、内野安打。ドラゴンズさらにピンチが続きます。守備陣の裏をかかれた形となりました。バッターランナーも出塁しています。まあ考えてないとこでやられるとね、焦ってしまいますからね。バッターボックスには代打の荒木。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。初球ボール、牽制、タッチもセーフ、外外ときました。見逃せばボールかというところ、手が出てしまいました。これが3球目。ランナーが気になってなかなか変化球は投げれません。そのあたりをバッターが狙ってくるかどうか。外角低めのストライク、ここは絶対抑えたい場面です。まあ、次はフォークで空振りを取りたいですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まず一つアウトを取りました。ランナー三塁一塁は変わりません。小宮山さん、この場面スクイズはどうでしょう。まあ普通に考えると犠牲フライじゃないでしょうか。なるほど、さあどう来るか。ここは三振が取れれば理想的ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか。これでスクイズの可能性は薄くなりましたね。はい、そうですよね。まあここはストライクからボールになるフォークで、このピンチ空振り三振に切って取りました。ツーアウトになっています。ランナー三塁一塁はそのままです。
ここで勝ち越しを許すわけにはいきません。連続三振で2アウトです。まあ勝ち越しを許すわけにはいきませんから、あと1人踏ん張りたいですよね。まあ、今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、まだピンチが続いているわけですけど、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には6番の塩見が入っています。際どい球、わずかに外れています。さあ3球目は何か、レフトへ、よく追いついた、スーパープレイ、掴んで3アウト。勝ち越すことはできませんでした。非常にいいプレーが出ました。ここは堅守で勝ち越しを許しません。まあそうですよね。ここで得点を許すとズルズルいくかもしれませんからね。勝ち越しのチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。3対3同点です。10回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。難しい相手ですが、なんとか打たなければなりません。さあマウンドを任されたのは梅野。今シーズンは24セーブを挙げています。前回の登板では負け投手になっています。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあなかなか打つのは難しいですけど、なんとかつないで1点さよならに期待したいですね。そうですね。さあ注目の打席です。いいボールですね。はい、低めのストレート、ストライク、ノーボール2ストライクです。うちのボール打っていった、高く上がった、ここはフライになっています。構えます、掴んでワンアウト。バッターボックス石川、先ほどの打席はデッドボールでした。ワンアウトランナーなし。さあ守護神梅野がドラゴンズ打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね難しいですよ。そうですね。それでもなんとかして得点までこぎつけたい。高めの球、ストライクになります。153キロレフトフライ抑えて、先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球はご覧の通りです。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。ナイスボールですね。はい、外のストレートがストライク。次が3球目、ストレート打った、ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウト。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。10回終わって3対3同点です。これから11回スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号21、岡田がマウンド上に上がっています。接戦の中でのリリーフ登板です。インコース決まってストライク。ファウルになります。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターは守備交代から起用されている大村。ワンアウトランナーありません。打ちました、ショート取った、
アウト、ツーアウト。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。落ちる球できました。3球目は何で来るか。低めボール、打ちました。痛烈、三遊間抜ける、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。バッターボックスには代打の藤井。西さん、ここは期待がかかってしまいますね。うん、ここはね、勝ち越したいですよね。そうですね、この起用に応えたい。高めの変化球から入りました。走りませんね。ファウルボールです。見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたが、スワローズ得点には至りませんでした。3対3同点です。11回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号16、原樹里が5番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあ、マウンドを任されたのは原樹里。今シーズン45試合目の登板です。昨日のゲームでは3イニングを投げています。さあ、2球目は何か。変化球インコース、ストライクです。変化球打った、掴んだ、一塁へ。ナイスプレーを見せました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。西さん、今のプレーいかがですか。いや、あれだけの技を見せられたらね、バッターも脱帽ですよ。打順は6番高橋。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。打ち上げました、高い打球になった。ファールグラウンドで抑えてツーアウト。7番バッター京田、今日は盗塁を決めています。ツーアウトになっています。インサイド、変化球決まっています。外のボール打った、この打球はフライになっています。センターフライ抑えてスリーアウト。この回ドラゴンズ三者凡退です。11回終わって3対3同点です。これから12回スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が6番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。
さあマウンドに上がったのは藤島、今シーズン45試合目の登板です。初球は何で来るか。最初は変化球できました。アウトコース決まってストライク。バッターよく見ました。この球は外れています。先頭バッター歩かせました。ノーアウトから勝ち越しのランナーを出していきます。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。はい。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターは田代、そして塁上には俊足の山田。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。本当にそうですよね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。ここで盗塁を許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。いやー痛いですよ、勝ち越しのランナーですからね。やはり足のあるランナーは怖いですね。全くその通りですね。次が5球目。送ってきた、三塁方向、ピッチャーが抑えた。内野安打になった。これでマルチヒット。守備陣の裏をかかれた形となりました。バッターランナーも出塁しています。まあ、大事なのはバッターが今何を考えて打撃をしているかを理解することでしょうね。打席には4番バッター荒木。ドラゴンズフォアボールをきっかけにピンチを広げています。さあ勝ち越しのランナーを背負ったこの場面です。できれば三振を取りたいですね、ここは。そうですね。まずはボールから入りました。これは綺麗に落として決まっています。インサイド打った、ショート正面、取った、二塁へ送球、二塁アウト、際どかった。スワローズ勝ち越し、4-3、ドラゴンズリードを許します。バッターボックスは5番雄平。ドラゴンズ継投策が裏目に出たか、この回勝ち越しを許しています。最初は変化球できました。ファーストの左、抜けました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。さあこの終盤、1塁には追加点のランナーを許しています。バッターボックスには塩見、そして一塁ランナーは雄平。まあここはランナー走ってくるかもしれませんよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。
いいコースだったんですけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これが3球目ファウルになります。次が4球目打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。ここはいいバッティングをされました。ツーベースヒットでランナー二塁三塁となっています。いやー、ちょっと慎重になりすぎてましたよね。さあバッターは原樹里、そのままバッターボックスに入ります。ここは代打を出して攻めないといけない状況だと思いますけどね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まずはボールから入りました。高めいっぱいに決まりました。落としてきましたがこれは外れます。中へ高めに来ました。さあバッター追い込まれています。ここは決まりました。見逃し三振です。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回スワローズ貴重な得点が入りました。4対3、スワローズが1点リードとなりました。ドラゴンズ最後の攻撃になります。バッターボックス加藤、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ドラゴンズ1点ビハインドでの攻撃です。インコースへの変化球ストライクです。さあ3球目は何か、外に決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスには代打の武田、原樹里、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず何を投げてくるか。初球ボール、低めはこれは入っていました。打ちました。これはどうか、原樹里、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター平田、先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ツーアウトランナーありません。この試合の行方を任されました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあなんとかしたい。引っ張った、サードが取る、一塁へ、これで3アウト、試合終了になりました。ドラゴンズ痛い敗戦となってしまいました。小宮山さん、
とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした？そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたよね。そうですよね。勝ったヤクルトスワローズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。プロ野球スピリッツ2019-2020年シーズン版、ご視聴ありがとう。よければ下のアイコンからチャンネル登録お願いします。あと動画配信は火曜から金曜日午後6時から、土曜と日曜日午後2時から配信します。ご視聴お疲れ様でした。